こちらフォーリオのブースに来ています桜井さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますこちらどういった展示内容なんですかはいあの弊社がですねあのクリエイター向けの、えー、ポートフォリオサービスの運営をしております、うんえー、こちらの今あの無償で提供しているんですけれども今あのこちらに記載があるようにまあ10万人以上のクリエイターの方に使っていただいておりましてまあ作品点数も60万点を超えておるサービスになってます。 でまあ、何をやっているかと言いますと、まあ、そちらのクリエーターの方と企業さんをつなげして、まあ、ビジネスマッチングをしたいですとかあ,とあのここにいろいろ載っているんですけども、えー、高輪ゲートウェイの再開発をクリエーターの方と一緒にやったりですとか、えー、歌舞伎町にある東急歌舞伎町タワーの屋外ビジョンをクリエーターさんのために開放したりですとかあと109さんのペットデザインコンテストをやったりとかもしております。なるほど そのポートフォリオだけじゃなくて、このマッチングというか、つなげることも行われるんですねそうですね、やっぱりあの企業さんでもやっぱり何かあの制作したい、まあ、例えば動画ですとか、まあ、ウェブ、まあ、LP 制作ですとか、いろいろありますので、そこはあの適切なクリエーターさんをまあアサインしていくということもやってます。 コンテストなども開催されてるんですかそうですね、やはりあの一般の方から応募、まあ欲しいというところもあったりはするんですけども、も109九三の例に限ってやっぱりあのクリエーターの方からまあ応募が欲しいよっていうところもあったので、じゃあ、えー、一番登録数がある、まあ、プラットフォーム、どこだっていうところで、まあ、うちにお声がけいただいて、まあ、一緒に開催したっていう事例になります。へー そうなんですね使っている方からどんな声が届いたりしますかまあそうですね、やっぱりあのもう本当に30秒で作れる、まあ、ポートフォリオサービスは売りになっていますので、まあ、使いやすいというところですとか、えー、30秒はい、もう本当にあの自分の、まあ、作った実績とかを、まあ、本当に画像でポチポチって上げるだけで自分のページができるので、本当にこれはあの使いやすいと、好評いただいてます、えー、そうなんですね。はい、では最後に見ている方に向けて、メッセージをお願いします。 はい、改めましてホリオの桜井と申します。あの弊社がですね、あのこういったあのまあ、クリエーターさん向けのサービスを展開しているんですけれども、あのぜひあの企業様で制作物とかにお悩みや課題のある方がおりましたら、えー、ご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。桜井さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。